黒崎アゲハ住みよい、さくら。どうしてここにいるのよ。マモル様アゲハ、今なんて言いました。さくらこそどうしてマモルを知ってるの。あれ、君たちはあの時の。じゃあこれは。その手紙は私の。アゲハのラブレター。まさかあなたもマモル様を。マモルを横取りするつもり。それはこっちのセリフです。何言ってんのよ。死にたいのですね。死んじゃう。この町の北半分を牛耳っている暴力団、住酔組組長の娘さくら。町の南半分を支配しているマフィア、黒バラの娘アゲハ。二人が町を二分する極道のお嬢様極上だったなんて、転校したての俺は知らなかったんだ。せっかくの休日、普通の女の子みたいに友達と過ごしたかったのに、みんな私のこと避けるのですね。なあなあお嬢さん、一緒に遊ぼうぜ。結構です。最低。今日は護衛もいませんし、せめていつものように刀を持っていれば、こんなゲスな者たちなど。いいじゃん、行こうぜ。ああ、もう我慢が。探したよ姉さん。こんなとこにいたのかよ。向こうでみんな待ってんだから早くしてよ。ごめんなさい、ちょっと道に迷ってしまって。今日は家族の用事があるんで失礼しますね。ありがとうございました。本当に助かりました。どういたしまして。よろしかったらお名前を教えていただけませんか。ああ、俺は天川守。守様とおっしゃるのですね。素敵なお名前です。あ、いっけね。ごめん、人を待たせてるんで、これで。守様。まさかあの子たちが同じ学園で俺にラブレターくれるなんて。マモル様、どっちを選ぶんですか。マモル様が好きなのはまな板の小娘ではなく私に決まっています。マモルはブヨブヨしたおっぱいお化けより私の方が好きに決まってるもん。あの二人とも出会ったばかりで好きとかそういうのはまた。私は会ったばかりでもマモル様のことを好きになりました。アゲハだって運命の出会いだったんだから。告白されたのは嬉しいけど、いきなり選べって言われてもな。はあ、二人の親は町の実力者で誰も逆らえないとか。マモルは絶対アゲハのものにするんだから。マモル様を振り向かせるにはどうしたら。急がないとわがままなアゲハさんが強引な手段に出るかも。許しません。こうなったら全然必勝です。さくら先輩からだ。今保健室で寝ています。体調でも崩したのかな。わざわざ来てくださってありがとうございます。いや、まあ、ところで保健の先生は。私が一人になりたいとお願いしたらしばらく席を外すからご自由にとどこかへ行ってしまわれました。そんな、病人ほっぽって無責任な。教師まで言いなりなんだ。先輩いつも一人きりで寂しくないのかな。守様。あ、守様は私が極道の娘と知っても怖くはないのですか。
え、どうして？先輩は普通の可愛い女の子じゃないですか。先輩？いえ、大丈夫です。やはり守様は私の思った通りの人でした。守様、実は私の病気は守様にしか治せないんです。お、俺にしか？そうです。見てもらえますか、先生？先生？はい、守様は今から私のお医者様です。責任を持って治してくださいね。責任って？お願いします、先生。守様、治療法間違ってた？いいえ、あの、続きは、もっと触診を。触診って、先輩の体を？患者なんだから、先輩じゃなくて、さくらって呼んでほしいです。でも、先輩は年上だし。それじゃあ、お姉ちゃんはどうでしょう？え？それなら、変じゃないですよね？お姉ちゃんは恥ずかしいから、さくら姉でもいい？はい、もちろんです。守はもう私だけの。あれ、この染色体によって人の性別が決まる。アゲハの処女を捧げる代わりに、守の盾はアゲハのものなんだから。